よくぞ聞いていただけたと思っていて、僕すごい持論なんですけど、まあ、大学受験の、まあ、中高での勉強というのがビジネススキルの根本であると思っているし、むしろそれ以外はいらないと思っています。で、例えばベースブレッド、まあ、パンとか、まあ、パスタとかを作ろうと思うと、例えば理系の知識が必要ですね。栄養素というのは分子なので、栄養素に例えば熱を与えると壊れてしまうとか、逆にこの分子と分子をこう合わせると変化してしまうとかいうのがあるんですよね。そういった話でやっぱり化学、ケミストリーの化学の知識がないと、工場の方からそれを説明をされても自分の中で理解できないので、先ほど申し上げた通り組み合わせられないんですよね。で、例えば、まあ、機械を使いますよね。パスタとかパンを生産するときに、で、機械がトラブルがあったりとか、例えば機械を良くしたいっていうときに、例えばそれ物理の法則が分かっていないと、そもそも何を言っているのか分からないわけですよね。で、例えば自分が健康になるかどうか、この食材を食べて自分が健康になるかどうかというのは、それは生物で習うことですよね。私も生物なので、どういったものを食べて、どういったものを飲んで、いつそういったものを食べて飲んだら方がいいのかっていう話は、結局は生物の理論が分からないと、その話をされても何言ってるか分からないと思います。文系でも、まあ、僕、まあ、思ってることがやっぱりいろいろあって、例えば会社って、その、まあ、難しい言葉かもしれないんですけど、まあ、ビジョンっていうのをまあ決めたりとか、バリューっていうのを決めたりするんですよ。何かっていうと、例えばベースウッドというのは何を目指してる会社なのかっていうのがビジョンで、我々は例えば健康を当たり前にしたいっていうのをビジョンにしていますし、で、バリューっていうのは価値観で、どういった、まあ、方針で社員は動くのかってことをまあ決めていて、例えばお客さんと一緒に考えるとか、スピードを大事にするとかいうことがあるんですけど、これって倫理だと思ってるんです。まあ、その思想であり、まあ、哲学であると思っていて、まあ、人間は何を目指すのかで、どういった行動方針を取ればいいのかって話ですし、まあ、例えばその事業計画みたいなところを作るときは、まあ、算数とか数学とか、あとやっぱり経済の知識が必要ですし、まあ、会社の統治、まあ、会社のマネジメントっていうのは、例えば政経の政治の知識があれば、まあ、できますし、市場、マーケットを知るってことは現代社会の知識があれば市場ができるんで、僕は国語、数学、英語、社会、理科の全てが高度にできていれば、そのビジネスパーソンとして必要なものは全て満たされると思ってます。若い世代を応援したいと思ってます。では私もその経営者の中では若いっていうのもあるので、やっぱり若い世代を応援したいと思ってるので、そういった意味でも、例えば、まあ、子供、例えば恵まれない方も含めた子供さんに、例えばベースブレッドをお届けしたりというのも、まあ、しています。やれることいっぱいあるんですよね。で、例えばパンとかでパスタとかって、別にもうやりようないよねってみんな思ってたと思うんですけど、目の前にあるパンとかパスタって紀元前から変わってないんですよね。スマートフォンとかって別に10年前とかの話なのに、なんで私たちは紀元前から変わってないパンやパスタを食べてるのかと。で、その紀元前から変わってないパンやパスタが栄養バランスがいいものにもし変えることができれば、パンやパスタを食べるだけで健康になる世の中になるので、そしたら、例えば先進国、例えばアメリカとかもハンバーガーを食べて暇になってるみたいな話がもうなくなるじゃないですか。でもそれってコロンブスの卵だったと思っていて、意外になかったんですよね。だからそういったものってすごく転がっていると思うんですよ。だから僕も起業するまではもう世の中って人間の先輩たちがもう散々良くしたから、これ以上良くならないでしょって思ってるんですけど、いや、パスタやパンですら良くなりようがあったので、まあ、この時代にはこの時代の問題というものがあるので、いくらでも良くできると思っています。で、そのためにはやっぱり勉強することがすごい大事だと思っていて、例えばその中学校高校で習うことで、世の中で何が求められているかということは全て書いてあると思います。例えば地球温暖化の問題とか、海洋プラスチックの問題とか、様々ありますよね。
で、しかもそれをどうやって実現するかということも書いてあるはずです。それは科学とか生物とか物理の、まあその、まあ、理論だったりとかいろいろと書いてますよね。だからその学校の教科書に書いてあることを問題と、まあ、解決を組み合わせるだけでも世界の大きな問題は、解決できると思うんですね。で、その内容は、僕たちは習ってないんですよね。というのは、今の中高生の人たちが、まあ、読んでいる教科書はやっぱり今の中高生の皆様の世代が追っていくであろう、まあ、課題がいろいろ書かれていると思っていて、逆に我々世代とかもっと上の世代はそれは書かれていないんですよね。だから、まあ、その内容をしっかり勉強して自分たちが大人になった時にどの問題に取り組むのか、でそのために今どういった武器を身につけるのかということを、まあ、中高の時にしっかり考えてもらえれば、すごいその社会に出た時に、まあ、上の世代の人たちはいろいろ言うと思うんですよ。例えばそんなことできないよとか、そんなこと意味ないんじゃないって言うと思うんですけど、それはその人たちはその勉強していないんで、単純に知らないんですよね。だから、ちゃんと勉強していれば、そういうこと言われても、いや、あなたは勉強が不足しているだけです。私はしっかり勉強したので、私の意見は合ってるはずですと言って、例えば会社を起業するなり、大きい会社に入っても、その上の世代に負けることなく、自分の意思を貫くことができると思うので、そういった形で、僕も中高の時はこれ何の意味があるのかと思って、勉強してたのがちょっと辛かったんですけど、当時の自分にそういった話を聞かせることができれば、もっと前向きにやれたのになと思ってるので、ぜひそんな気持ちでやってほしいなと常々思っています。